みんな面接特訓頑張ってるか思いのほか自分が思ってることをうまく言えてるやろうか。さて今回はそんな名詞でうまく話す時に必要な敬語をみんなに教えていくね敬語っていうのはまあある程度みんなが話せる部分があると思うんやけど大人になったらそれこそ失敗ないように完璧に話せんとあかんっていうとっても重要なやつや。普通のテストみたいによく考えて答えはこれやーって書き込むんと違って思ったことを思ってすぐに言葉に出していく敬語。 てなわけで、今回はそんな敬語が自然とスラスラできるように、その特訓アニメを作ったで。まず、敬語が話せるようになるステップっていうのを簡単に説明すると、うまく敬語を話すためには、まずどんな敬語があるのかっていうのを知らなあかん。ほんで、その敬語を勉強してしっかり頭に入れたらば、今度はその敬語を少しずつ使い慣れていく必要があるね。場面場面で使い分けができるようになるためには、この時はどんな敬語で喋ったらええのかっていうのを瞬時に判断せなあかんのや。 ほんでも、そのためには、瞬時に開ける辞書っていうのが必要になる。この時はあれあの時はどれって言って、瞬時に出す必要があるんや。でもそれっていうのは、敬語を理解してないと難しい。ほな、どうやったら喋れるようになるんかっていうと、敬語の勉強の仕方のポイントっていうのは、よーく見ると、実はもう書いてあったんや。これよーく見てみ。よーく見て、よーく見て、よーく見てみると、英語ってそうやね。実は、英文法を理解するんと一緒やね。 英文法も場面場面でいろいろな使い分けがあるせやからどんな文法があるんかっていうのを頭の中に入れてほんで瞬時に出し入れするっていうことが必要になるんやそのためには文法も理解できてないとあかんせやけど文法を理解するっていうのはほんまに難しいな入試とかもセンターみたいに選択問題やったらまあまだギリギリなんとかなるかもしれへんってあるけど英会話とか英作文とかになってくると自分で考えて作文せんとあかんからそれこそものすごい難しいせやからみんなどうしてる ピンとこ編っていう人は、ウェブマの英語の英作文勉強のポイントっていうのを見てみてな。それでは、ドラゴンイングリッシュのこう、例文100みたいな、100個分がついてるやつがあるんやけど、それを全部覚えてしまえみたいなことを言うてるんやけど、な、みんなもそういうことをやってるやろそうや、文法とかを理解するっていうのはすっごく難しい。せやから、まずは基本例文をいっぱい覚える。いっぱい覚えて、ほんで、自分が使いたいやつっていうのに合わせて、その違う部分だけをちょこちょこっといじる。 こういう風にすると誰でも文法の間違いの少ない綺麗な英作文が書けたり英会話ができるね。ほな、国語の敬語でも同じことをやったらええやんっていうのがこの敬語特訓や。ここでは大人になって用う使う敬語に注目して、ほんでそれを使った文章をみんなの前で読む。みんなはそれを聞いてればええね。歌かて何回も聞いてたら自然と口ずさめるようになるやろ。それと一緒で何回も繰り返してると自然と口ずさめるようになる。 ほんで、自分で言えるようになってきたら、あとは自分の言いたいような場面で少しずつ出せるように訓練していけばええねん。そういうふうになれば、最初の頃っていうのは、あれほど、あれ、どうやってこの敬語言うたらええねんとか、こう自然とポロッとこう,うっかりと普通の言葉で喋ってしまったりっていうのも、こうやって口ずさめるほど、無意識に話せるほど頭にしっかりこびりついてんねやから、自然と話す中で敬語が喋れるようになってるねん。勉強は相手を幸せにする上でとっても重要になる。 せやから仕事をする上でもほんまに大事なことやけどせやけどまず言葉遣いとかが良くなくて相手に嫌な思いをさせたらまず仕事も始まらへんせやからしっかり勉強した知識を生かすためにも大学とか専門学校で頑張って取った資格を生かすためにも素敵な敬語を覚えて相手を嫌な気持ちにさせんと気持ちよく仕事ができるようにしてほしいねちなみにここで少し敬語についてみんなに教えておくと敬語っていうのは大きく三つに分かれるね 尊敬語語語。とと謙譲語と丁寧語この違いっていうのは誰がやったかやねん。相手がやった場合っていうのは尊敬語。ほんで自分や自分の身内、自分の会社の人や家族やな。そういう人たちがやったのは謙譲語。ほんで尊敬する相手でも自分でもないような場合っていうのがただですますで終わらせるような丁寧語っていうことや。これとかものすごく苦手な人っていうのは尊敬語やったり謙譲語やったりがこうごちゃごちゃしたような文になりやすいけど。 そういうごちゃごちゃが起きないように、尊敬語用のアニメ、それと、謙譲語用のアニメ、ちゃんと二つ作るからな。ほんで、それを何回も何回も聞いてたら、尊敬語と謙譲語っていうのは、しっかりマスターすることができるようになるで、ね。あと、ここで一個おすすめの方法として、尊敬語と謙譲語を間違えないように使う方法なんやけど、例えば、自分が言うっていうとき、自分が言うんやから、謙譲語っていうことで、申し上げるっていうのを出したいっていうふうに思うんやけど、 今回の特訓アニメっていうのは尊敬語が「桃太郎」「謙譲語が花坂じじい」でできてるから自分が「言いたい」っていうふうな時は自分がペコペコする子を犬になったつもりで思い出すと「あそういえばこんな言葉やったな」っていうふうに出るし相手が「やったな」っていうような時つまり尊敬語を使いたい時っていうのは「桃太郎」の場面で思い出した言葉を使うようにすればいいんや。あとはみんなが高校生やった場合っていうのはいとこのおっちゃんおばちゃんが来た時とか あとは学校の先生とかと話をするときにその言葉を積極的に使うとあとは慣れて自然と話せるようになるからな。英語かで毎日普段使うような単語っていうのは自然と覚えるやろそれと一緒で敬語も普段から使ってると自然と話せるようになるからな特に新人っていうのは職場に入ったときに大抵下っ端は電話番とか受付とかをさせられたりすることが多い。 他にも入ったときっていうのは自分が一番下っ端で一番の新人やからどの人にも失礼のない敬語を話さないかんっていう機会が多いんや。せやから入ってから慌てんでもええようにあと自分のことを最初に分かってもらうときに何やこの失礼な新人はっていうふうに誤解をされんようなためにも社会に出る前にきちんとその辺を覚えといておこうな。ほな特訓アニメ頑張るんやで。ほな素敵な敬語を手に入れてな。で、その敬語長は <laughs>